ハンターハンター、面白え。この日俺は学校から帰ってきて、いつも通り漫画を読んでいた。しかしその日は突然やってくるのである。ティードン。執行部チャンネル。大学の授業には単位を取るためにクリアしなければいけない条件がある。それがレポートであったりテストであったりする。しかし美術大学の場合は課題やテーマに対してものを作って提出する場合が多い。美大生は常に3つか4つ課題を掛け持ちした状態なのである。来週までに視覚遮断装置を作ってきてください。それはいきなりやってきた。視覚遮断装置って何？とりあえず作るしかねえ。はい、というわけでね、作っていきましょう、早速。まあね、何も思いつかないときはね、こうやって手を動かしていくっていうのも一つの手ですから。このね、段ボールね、今家にいっぱいある。あ、ちょっと紙が長い頃ですね。ちょっと整合性が怪しくなってきましたけど、まあ、そこはね、置いといて。頭にね、すっぽり入るサイズっていうのを調整して今作ってますね。かぶって、あ、はまりましたね。お、はまりましたね。これはちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、それではね、これをなんとなくの形にまた切っていきます。本当はね、これエスキースとかね、設計図とか書いた方がいいんでしょうけど、まあ、本当はね、まあ絶対やりましょう。良い子の皆さんは。本当はやりましょうね。本当はやった方が絶対にいいんで。はい。何事においても。お、ボンド付けですね。まあ、ボンドつけるときはこの薄く広くっていうのが結構ポイントですね。液体だとやっぱ固まらないんですよ。あ、こうなりました。目が隠れてきましたね。まあ、マスクはあんま気にしないでください。これ薄く広く塗っていくのがポイントです。まあ、はみ出たやつはね、その段ボールの切れ端みたいなのでこう取ってくださいね、角は。そしたらまあ綺麗にくっついてくれますので。はい。まあ、ボンドの付け方にも凝りつつ、まあ、このカッターで微調整ですね。形を、どんな形にするか、だいたい決まってるんでしょうかね。まだちょっとこの段階だと何作るか決まってなかったような気がします。まあ、でもなんとなく付けていきますね。まあ、段ボールの層にして。はい、はまりましたね。もう視覚遮断の方は完璧ですけど、ちょっと紙が今、ツヤツヤしてましたね。油ぎっしりになってきました。結構時間経ったんじゃないでしょうか、これは。そしてね、このヤスリでどんどん丸くしていきます。もうね、何作るかだいたい決まってきたんじゃないかと思います。まあ、しつこくね、これを綺麗にヤスリでやすっていきます。この作業結構大変でしたね、長いこと。最初角作っちゃったんで、あれいらなかったですよね。やっぱりエスキースはね、ちゃんとした方がいいと思います。そうすれば作業のね、無駄を省けるんで。あ、BGM。BGM も終わっちゃいましたね。おっと、これはプルミエですね。これは石粉粘土と言いまして、まあ、石膏と紙粘土の中間みたいなものですね。まあ、もうちょっとつけるシーン省略しちゃうんですけど、これ、まあ、その動画がね、撮れてなくて、まあ、つけて1日置かした状態ですね。1回置いたら乾くんで、まあ、結構時間かかるんですよね。で、やすっていって、またこのね、内側の段ボール見えんのちょっと嫌だなと思って付け足していきます。ペタペタとね。まあ、ちょっと裏になんか後ろの奥の方に違う作品がちらっと見えてるんですけど、まあ、これは次回の動画で発表するのであまり気にせず、まあ、粘土付けしてこんな感じになります。で、これまた1日置いておくんですよね。で、ヤスリがけをしていきます。これも結構時間のいる作業ですね。ちょっと部屋汚いですね、やっぱ。映らないようにしたいところですけど、まあ映っちゃいますね。美大生の部屋ってやっぱり汚いですから。まあ、綺麗な人もいるかもしれないですけど。で、ちょっと色を塗っていきます。まあ、これもうね、何になるか大体皆さん分かってるんじゃないかと思いますけど、あえて言わないですね。まあ、これ、あ、ちょっと見えてますね。見えてる。物体が見えちゃってますね。はい。見えちゃってます。まあ、そうですね。これになる予定ですから。はい。まあ、ちょっとやっぱ寂しいんで BGM つけますか。やっぱこれあった方が落ち着きますね。どんどんね、これオレンジ色になっていきます。まあ、何作ってるかは内緒です。まあ、横にね、ありますけど。まあ、近めこんな感じですね。
まだまだ。で、これちょっとね、質感を再現していくために、まあいろんなことをね、して、ティッシュでやってるんですけど、まあこんな感じになりました。で、あとこれ、デザインナイフですね。で、傷をつけて、ちょっと本物のあれっぽくしていきますね。これをね、全体につけつつ、まあいろいろやってます。爪で引っかいたりとかもしつつ、人参、あ、まあそれっぽい質感がね、どんどん出てきましたけど。はい、近目で見るとこんな感じですね。まあ、汚れとかもこれ絵の具で被ってみます。はい。人参なりきりきっと。まあ、反省として良かった点はですね、この石粉粘土という画材に触れられたこととですね、あと人参の気持ちになれたことがでかいですね。まあ、悪かった点としてはやっぱエスキースしなかったところでしょうね。あとは制作中に髪を切ったことくらいですかね。まあ、今回はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。バイ。